スタートでございます。はい、行ってみよう。お、行ってみよう。100キロ走って戻ってきましょう。はい、もう一回通り越えていかなかった。なんで？ここ向こうから。あ、そうなんや。うん、で、ほい峠上がって折り返し。今回は台風のため特別なコースということで、はい、来年以降はまたコース変わると思うんですけれども、はい、今年のコースをご紹介したいと思います、はい、何度か折り返しがあるので皆さんともう一回会えるのではないかと思います、はい、お嬢さんは88キロです。88でございます。頑張ろう。多分走るのは60くらいなんだ器用なことを言っております。スタート時は肌寒いぐらい、はい、16度ぐらいですかね、はい、だったんですけども、すでに汗ばむぐらいになっております。2キロ通過しました、はい、残り98キロ、はい、いらっしゃい。じわじわとした勾配にちょっとずつしんどくなっていますまだあと95キロもあるで気温が低いというアドバンテージをもはや消えつつあるどうなん調子はいや、もう必死ですとりあえず最初のうちに稼いで、あとゆっくり歩こうかどこまでも捕まらない。映像ですかね。映像ですかね、はい、6.4 キロほどですかね、はい、最初の映像がありました。5時48分です、はい、あ、仮設トイレもありますね、はい、第1エード第1エードスタートしている。ここ綺麗とかやで。あ、ほんまや。ちょっとアクエリでちょっと引き換えた感じ。死んだ。
かは例年と同じコースなのかな。そうやで、うん、ちょっと勾配が緩くなってね、ちょっと余裕ができてるな。うちに、うちに、みかんさんです。カメラ咲いてんの。ええー。なんで咲くちゃうの。コスモス。秋です、秋。勾配が緩やかやと、なんとかね。なんとか保ってられる感じで、ね。はい、あ、みかんさん来てんね。うん。金谷さん、お城？お城。うん。楽しくなってきた。だいぶ体がね、まもなく9キロなんですけど、はい、ようやくなんかウルトラのペースに体が慣れてきて。これもうやってます。下りもあります。急に登るんだ。お久しぶりです。ジュンコさん、ユンキ以来。変わりなさいね。今日ご主人はここで。あ、ユンキ以来です。全然変わらへん。先ほど10キロ通過しました。6時15分です。予定より早いです。5分ほどな。やばい、ちょっと最初は興奮してしまいますね。ピザ。ピザもらおうか。おはようございます。ピザ。ピザ。ピザ。なんと。ピザでございます。人だから、お早い撮ってるわ。あ、ぴょん。ほかほか。ほかほか。13キロぐらい、13キロ手前ってんで、時刻は6時40分。コーラゲット。コーラ。コーラ美味しい。うん、チョコレートもじゃあ来ました。じゃあここでお別れですね。では。また来る。弁当ね。はい。待つね。別れます。はい。14.5 キロの江戸のとこで別れですね。じゃあね、元気で。じゃあ、ね、6時50分お別れでした。15キロ、が6時53分。八伏山が見えてます。トイレ、トイレ。
純子後ろから来るから。純子さんまだ来へんのかい。トイレ、男子トイレ混んでたから、さっき降りてきてん。はい、ありがとうございます。どうですか、今年走りやすい。ちょっとね、涼しいなと思ってんけどね。寒いくらいやったの。寒い。じゃあ行ってきます。はい、いらっしゃい。ありがとう。7時25分です。はい、20キロ、7時25分です。こういうことか、それは宿の方が快適やわな。17度です。靴脱いだよ。なんと、リュウちゃんは境でトイレに行ったらしい。合流しました。はい。20キロ過ぎたとこです。はい。まだ元気。はい。はい、懐かしい光景が広がっています。昨日の晩ご飯といい、今朝といい、ここのお米めちゃくちゃ美味しいですね。自然と水が育んでいるお米なのかなと思いながらこう駆け抜けております。はい、水が美味しいとお米が美味しい。はい、はい、おはようございます。7時43分いただきます。はい、結構余裕がなくなってきました。涼しいし下りやしコンディションはバッチリなんですけど、練習不足が結構ね、最近20キロ以上まともに走り続けることなかったんで、結構ね疲れがね出てきましたね。まあウルトラはこっからが勝負なんでね。いや、こっからというか40キロ以降からが勝負なんですけどね。いや、俺もかなりしんどいで。かなりしんどい。あ、よかった。これやばい、もう結構しんどいと思って。いやいや、かなりしんどい。宿の前の下りだいぶぶっ飛ばしたし、はい、遠いかな思って。ああ、そうやな。まあ、ぼちぼち行こう。はい、絞り出していきます。はい、ありがとう。いただきます。はい。おばあちゃんが作ってくれましたので、いただきます。いただきます。頑張ってください。あのもありますよ。冷たこれ、うん、美味しいな。うん、何が美味しいって麦茶うまいな。麦茶最高。ありがとう。頑張ってください。決めた。わあ、決めた。あ、冷たいです。言うほど暑くもないんやけど気持ちいい。ありがとう。はい、作った時は名付けて全身防作戦。わずか二十何キロで発動されるとは思いませんでしたが、ルールを説明してください。はい、電信棒が等間隔で大体立っているので、はい、電信棒から電信までを走ったら次は電信棒まで歩ける。歩ける、はい、そして次の電信棒が見えたらまた走り出す。うん、これ意外とね、うん、進めるんですわ。そうね、はい、はい、インターバル、はい、インターバルですよ、いわば。はい、次の電信棒まで。これですか。それ電信棒。あ、口じゃない。そぶだけ。関西百名山です。ありがとうございます。お疲れ様です。これを楽しみに。美味しいんですよね。ありがとうございます。ここは口がスポドリになってるからめっちゃ美味しいんですよ。お疲れ様です。ご苦労様です。
どうだ。8時26分。向かいようとしております。相変わらずのドン点でね、はい、足やすいコンディションではあります、はい、ただロングをできてないので足がだいぶジーンってなってます。8時40分です。フルーンパンゲットしました。うん、はい、35キロの給水以上です。9時16分。いやー、休憩ですね。はい、はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。よいしょ。はい、どうぞ食べてください。バナナもどうですか。はい、豪華バージョンや。どうぞ。そうめん。はいはい。そうめんが残りないです。そうめんがこれで終わりです。出てるだけです。はい。そうめんがこれで終わりです。出てるだけです。何なの？だいぶ遅かったかな。はい。そうめんがこれで終わりです。そうな方面をゲットしました。はい、残り6です。だいぶ遅かったんでしょうか、我々。だいぶ遅かったんでしょうか。でもこれ以上早く走れない。ゲットできて幸せ。そうめん終わりですよ。食べてください。そうめんが終わりますよ。そうめんが終わり。はい、そうめんが終わりますよ。そうめんが終わりますよ。あと5つで終わりますよ。そうめん売り切れやぞ。もうそうめん売り切れ。はい、11エイド、36キロ、9時27分。はい、いただきます。冷えてる、これ。あ、めっちゃ冷えてる。アクエリめっちゃ冷たい。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。そしてからの水。あ、遠かったな。いや、同じ100キロのはずなんやけど、折り返しまでがやけに長い。ありがとうございます。折り返しです。よっしゃった。よっしゃー。54番。ほんまにお餅入ってる。はい、お餅入ってる。さっきまで入ってなかった。そうな。そうめんなくなったからな。食べる、大丈夫。いただきます。お汁粉です。じゃーん。さっきまでなかったらしい餅が入ってます。今回そうめんが切れちゃったから、うん、ゲットできましたよ、うん、ラスト6個でゲットできました。じゃあ、運命の。40キロ通過しました。9時55分です。ここ戻られたボランティア実家なんです。あ、そうなんですか。ほら、もうどうぞ。ほらです。お茶の手袋入っちゃって。うわ、やりました。また帰ってくるらしいで。ここそうやで。今88キロの一番続いてやろ。あ、そういうこと、うん、なるほど。なんか同じ100キロでもなんかこう、あ、行って戻ってくるんやと思って、なかなかあるよね、うん、ボリュームがある感じするね、うん、おいしい。味噌巻き最高やね、うん、わさびがよく効いてる、うん、はい、ゼロだけです。
岳の登りに入っております。あ、祖父岳なんやこれ。祖父岳の登りやん。ちょっとなんか山っぽい感じになってきたよね。この風といい。はい。いや、ここさえ越えればね、あとはホイ峠2回残すだけ。だけというかだけです。すごい風やな。あ、すごい風。寿司は。さすが。かっこいい。すごいな。あ、かっこいい。ちょっとマジリュウジでもちょっと。時折自然が目を癒してくれます。標高が高いと秋が進んでるなと、こうススキがね、ふわっとなってススキもあります。なかなか急めでそうは。電信棒がないんで今。百歩大作戦を観光。百歩大作戦ですね。百歩大作戦。どういう作戦ですか。読んで字のごとく百歩行って走る。百歩行って歩く。なるほど。はい。はい。そろそろゴーでございます。はい、ゴー。ゴー。はい。第14エイド。はい。10時41分。はい。距離は 44.8 キロ。ああ。はい。コーラ、はい、コーラいただきます。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。登ってきたって感じするね。やりましたね、純子さん。やりました、百歩大作戦。これね、ベタ歩きよりも罪悪感がないしね、うん、ちょっと百歩走ったら休めるというね、うん、素晴らしいね。私一人ではね、この休んでる間に数えられへんから、休むカウントをリュウちゃんがしてくれるっていうのが最高に助かるね。よかった。11時15分です。第15エイド。やったー。やったー。やったー。出た。どうも、本当にいいよ。はい。言ってみるもんや。ご飯ないわ。大人気ほど、うん、残りこんだけだし。もう一個やってもらおう。おいしいぶどう、ありがとう。幸せ。ごめんね、1枚くらい欲しいよね。おいえい。関西百名山。これで純子さん、ブドウに味付けましたね。あの札にブドウって書いてあってブドウがなかったんですよ。ほんまにないんかと思って後ろこうやって見たらあったんですよ、ザルに。人もお兄さんにブドウよね、あれブドウよね。ちょっといじましくもね、はい、出してもらってね、最後のブドウおねだりしたんですね。おねだりしましたね。私ちょっと遠慮して3個4個食べとったらリュウちゃんその間でガッポ10個食べたらしい。どっちがいじましい、どっちがいじましいって感じですよね。まあ、でもめっちゃ欲しかったね。100-100ゲームをやってるうちにだいぶで、はい、はい、祖父岳山頂も通り過ぎた。通り過ぎましたね。でも山頂っていう割に、あそこに行ったら山頂になるの。そう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 、なるほど。もうこれで関西百名山、祖父岳出ちゃうかって感じしますよね。いやダメですね。まあこのレースを思い出しながらもう一回登りに行きましょうかね。はい。っていうことはこの舗装路を登ってまた行くんですかね。いやいや、舗装路じゃないトレイルもあんねん。あ、そうなんや。うん、20はい、50キロ通過します。11時40分です。ギリギリ。あ、いやいや、僕らもギリギリですよ。まだだいぶあります。まだもうちょっとありますね。立ち巻きはありますけど、もうちょっと。はいはいはい、はい、あ、頑張ります。ありがとうございます。奥さんは、奥さんはまあ、うん、あのもう短いんで、まあ、先には行ってますけど。あ、44なんで。わかりました、はい、すいません。はい、頑張ってください。はい、行きます。頑張って、はい。ああ、早いですやん。待っておりなさいよ。頑張ります、ね。いや、ここもちょっと痛いな。でも頑張ります。でも十分間に合うペースだから。頑張ろう。頑張ろう。はい。はい。ありがとうございます。頑張ってください。ファイト。第16エイド 52.1 キロ。ありがとうございます。
どうも久しぶりです。はいはい。和尚はまだまだ向こう？いやもう先ですよ。え和尚？見んかったけど。あ和尚。トイレ取ったんや。あどうも。どうなん調子、はい？焼肉ありますよ。あのまだだいぶ向こうな折り返し。100やったらね。うん、56キロ。あ56キロ。ほんであと5、6キロか。はい、ああ。そう 56.5 で降りてえぐいな、はい、えぐいなこれ。はいそう、まあ、ペースペースより早いんちゃう、はい、ほんならいやちょっと早いと思うんですな。そうやな、はい、頑張って、はい、はい、ねえめっちゃしんどい。ほんで、うん、頂上お折り返しまで下るのはまだしんどい。ほんまやね、これ想像以上にえぐいわ。あの公式の発表のあの図、うん、あれちょっとやわすぎる。ねえやばいですよねあれあんなねえ、頑張ります。頑張ります。はい、はい、どう？はい、どう？ありがとうございます。もう巻いてます。あすごい、はい、これ YouTube 上げとっていいです。あ、ありがとうございます。また見させていただきます。これパーマンですか？パーコパーマン3号かっこいい。後ろちょっと見せてください。すごい。わかりました、ありがとうございます。また純子さんにも会えたらいいんやけど、はい、王子さんはまだ王子まだ面白いね、はい、ありがとうございます、はい、すいません失礼します。こんなとこだったらあかんね。引退します。はいどうも、はい、はい、55キロ12時15分です。あるのまだえぐいなこれ。エドあってまだ書いてる。これ帰らなあかんって思うのえぐいわ。王子もやめようかな言っとったで。頑張ってな。はい。これ大丈夫ですか？大丈夫。はい。エイドです。はい。17エイド。56キロ地点。はい。12時23分です。おじい、はいと、もうすぐすぐ、あ、しゃがむか、はい、ゴーストです、純喜さん。あ、ゴースト、もうね、はい、100カウントに必死すぎてね、はい、取るのも忘れてましたね、はい、いやもうね、坂がね、上り坂が多すぎてね、もうね、意識飛びそう、意識飛びそう。これはきついよ。これはきつい。いや、もうほんま意識飛びそう。うんうん、いやでももうすぐ60キロやから、はい、それを切ったらもう残り 39. 点何キロの世界になってくるからね。はいはいはい、もうだいぶ終盤戦に近づいてきますよ。はい。はい、ここから歩きましょうか。はい。はい。はいはい、間もなく60キロです。あのね、ウルトラはやっぱりね、60超えると一気に気が楽になるよ。あの知ってるロング走の距離になってくるからね、30何キロっていう。あと40キロ、たった40キロです。たったとは言わんけど。1時2分です。いや、40キロやったらゆっくり行ったら完走できるんちゃうかという。はい、スキー場やったらな、全然気づかなかったわけしな。おう、これ滑るの？そうか、怖っ。はい、間に合う間に合う、大丈夫大丈夫、間に合う間に合う、頑張って、はい、頑張ります。いってらっしゃい。あんまり人いてないですね。
もう触れ合い折り返し区間が終わったんですよ。もう今こっち来とったら間に合わない試験近いになってるから、我々も大概あの最後尾に近いところに行ってるんで、もうねシーンとしてますね。間に合いますかね。あ、間に合いますよ。あ、そうですか。もう行きます行きます、はい、あとは無理のないペースで走るのが一番だと思います、はい、頑張りましょう。飛ばしすぎずね、はい、はい、以上です。はい、はい、65キロ通過、1時49分です、はい、ちょっと今のエイドがないとお腹空きすぎてやばいな。ライスです、はい、ライス。ようやくあれつけた。あのね、これなかったら私もゴールできひんかったと思う。お腹が空きすぎてもう無理やった。あ、そうやな。あ、もうガス欠もいいとこ。はい、やっと米食べましたね。いや、りゅうちゃんがトイレに行ってる、実は3杯目も食べます。おお、もうもぐもぐしながら3杯食べました。おで、私がそうやって言うたら他の人も、え、おかわりしていいんですかって言うて食べてました。あの、やっぱり米がないとシャリパテしますね。さっきは米がないと走られない、はいはい、細巻きではちょっと無理、はい、はい、いけそうですかね、じゃあ。え、いけそうですか。あ、もうおかげさまで。これはあとはもうあんまり欲張らずに、はい、あの足が持つぐらいのスピードで、はい、あのギリギリ目指していきたいと思います。はい、長い長い下りですね。はい、はい、そう、足ぶっつぶれない程度に行きます。はい、行くよ。いいなぁ、いいなぁ。66はホイ君どうなんやろ。100だけせやん。そうな、80で待ってあげる。はい、了解。お先。はい、70キロ、2時32分です。はい。上がりました。とうとう下山しました。うん、下りもむちゃくちゃ長かった。はい、よう登ったな思いました。自分を褒めたい。近年稀に見るしんどさ。よっしゃ。あ、やったー。休息しましょう。はい、堺から来られたそうです。あ、僕は松原です。あ、松原、あ、はい、涙出そうやわ。ごめん、食べたかった。おにぎりあるで。ありがとう。2キロ、あと2キロで峠を越える。百歩作戦何回でしょうね、うん、はい、80キロ来ました。3時53分です、予定では80キロ。はい、3時58分、ホイ峠にやってきました。はい、過酷を極めております、うんうん、リュウジ選手、この峠を出てまでがこんな感じでした。うん、これ意識飛びそうでしたね。ちょっとしんどすぎましたね、うん、なんか蜂が出る区間は車でワープできるみたいな情報をちょっと聞いたんですけど、10キロぐらいワープさせてくれるのかな。いや、なわけないよ。ちょっとよくわかりません。とりあえず下りなので走ります。ぶっ壊してください。いいわこれ。頑張って。どうですか、ジュンキさん。もうなんかね、はい、限界突破って感じ。すっげー足痛いな。痛い。ああ、うん、もうほんま、なんとかして完走して、こけつけたいっていうその意思。頑張ろう。すごいやんか。頑張ろう、頑張ります。もう見えてきたやんか、ゴール。すごい。どうにか。あの時は、もう少しでなかった。表情が全然違うね。頑張ったね。そうですけどね。こちらも頑張る、頑張ってきてね。ありがとう、はい、ありがとうございます。もう足なくなってしまいました。なくなったな。頑張ろう。はい、はい、頑張ってください。はい、4時56分、あと12キロ、あと 3.2 キロ、はい、
はい、90キロ地点通過、5時13分です。あと10キロ。残り1時間47分。お疲れ様です。エンジン待ったらもう出てもらえる。はい、頑張りました、純一さん。8分何秒かを残して関門、うん、最終関門を通過することができました。うん、8分何秒やったあれ。8分何秒もうだって21分やったから、半が関門やから、うん、もう9分切ってた。もうなんかね、意識飛びそうやった。でもね、最終関門まであとちょっとやし、頑張ろうと思って。よう頑張った、すごいわ。俺が引っ張ってもった、逆に。マジで、もう意識飛びそうやった。ここまで来たらもうあとは下りを走って。容赦乾燥してはるんですね、純喜さん。ちょっとすっかり暗くなってきましたけど。全然もう最後の関門でライトをもらいましたけど、あとは足が最後まで持つぐらいの感じで。そうですね、はい、頑張り。ただいまは93.何キロか。そうやな、あと7キロをだいぶ過ぎているから6.5キロぐらいじゃないですか。6.何キロですね。はい、でそのうちほとんど下りになってくる。あと5キロが下りやな。ああ、なるほど。あと 1. 何キロが上りやな。ああ、で平地と、はあ、ああそうやな。ゴールが見えてきたね。見えてきました。はあ、長い緊急でこれ、はあ、稀に見る過酷さ、はあ、あ、やっぱ作戦100数に忘れとった。ああ、こっからいこう。よし、95キロ地点、時刻は6時5分。はい、あと55分で5キロ。はい、これちょろちょろっと走ったらいけますね。はい、やった。6時11分。あ、6時11分。よし、行こう。はい、あ、しんど。ごめんごめん。ありがとう。はい、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。一緒に撮ってもらっていいですか。一緒に撮ろう撮ろう。お願いします。あ、じゃあ、すいません。ありがとう。写真撮ってもらっていいですか。どうも、はじめなくなってください。ギリギリでした。上がっても大丈夫ですか。大丈夫。さすが優勝ですよね。当然ながら。ギリギリ優勝。いやー、かっこよかった。もうあの頃結構メンタルやられとったから、足も痛かったし、でもなんかやっぱ応援がすごかったから、やめるわけにはいかない。あの青いユニフォームがね、やっぱかっこいいですよね。今日のコースどうでした。結構きつかったですね。きつかったですよね。祖母の山頂から向こうの方が思いのほかしんどかったですよね。ですよね、折り返しが。本当に飛ぶたらあまりないかな。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。それが結構なありましたよね。小刻みというよりは結構凍ってくる。そうなんですよ。下ってるうちにこれまた登り返さなあかんのって思ったらね、ちょっとね、ですよね。まさか吉龍さんがリュウちゃんと同じコメントやと思わへんかった。おい、誰でもそう思うよ、あの地図見たらね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。
肉がなんかすごいいい肉だったですね、甘辛いいい出汁の香りが漂っております。肉もなんかね、まじまじちゃいます、なんですかね、なんかでもええ肉出してくれてはるような感じしますね、うん。